ラインを割って日本ボールに変わります。松瀬長友全然サボらないですね。サボらないね。非常に献身的ですね、うん、もうこういうゲームになると我々解説しててもサボりそうになるんだけど、ねはい、大したもんだよね。プライドが多分許さないんでしょうね1対1で抜かれるというね。